回阪神石井大地2750万増4000万円。阪神の石井大地投手26外塚西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、3.2 倍の2750万円増となる4000万円でサインした。金額は推定。球団から日本一に貢献してくれてありがとうという言葉をもらったという。年俸の使い道についてはやっぱりプロテインですかねと笑いを誘った。今季を振り返り、腰の怪我だったり体調不良があったので、来年は1年間1軍に帯同して活躍できるように頑張りたい。試合数もっといけたと思いますし、納得のいく数字は四球の数しかなかった。ヒットも打たれましたし、三振もあまり取れなかったので、ピッチャー自身の力をメインにトレーニングして改善できるように頑張りたいと力を込めた。また体調管理についてはしっかり自分の体と見つめ合って人間ドックも受けながらいろいろ取り組みたいと明かした。元は低めやから見た目はいまいちやけど、アップ率で見たらリリーフ陣の上がり方はすごいね。石井結構上がってる方やで。頑張れ石井大地投手。4000万いったか。石井大地4000万いい具合に上がったね。みんなよくよく考えたら年俸2倍3倍になってるのに、そこまで上がらん言われるてな実社会じゃありえないのにな。むっちゃ上がってるやん。自分で金額発表したのか。石井よかったね、おめでとう。一般ピーポーの昇級なんか計算したら年間 5% もあったらええ方や。 W 超高級なプロテイン耐えるな。どんなんやねん W。 石井心の熱い投球、来季もファイト。今シーズンの象徴のような選手、高専出身としてパイオニアとなってほしいね。オープン戦の時のきらめきを1年維持できれば1億円プレイヤーだね。さすがタイガース筋肉部。連覇するからめちゃくちゃには上げれない。来年も上げなあかんからな。石井大地も大幅アップおめでとう。来年も活躍してさらにアップしてほしいね。高専の星めちゃ評価されてるよいね。こうやって独立から評価されて活躍していくのを見るのは嬉しいもんやな。石井大地4000万いいね。彼に限らず、今年優勝に貢献した選手の契約更改の写真見ると嬉しくなるな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。